はい、どうもこんにちは、クレイです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回はライトの選手が追加になりましたので動画の方撮っていきたいなと思います。はい、ということで本日ですね、タイムスリップ第2弾のランキング等々が終わりまして、ガチャ更新が来たんですが、まあ、直近の追加がですね、レフト野手の流れから、来てましたので、まあ、投手がね、来るんじゃないかなって予想していたんですが、3連続でバッターが来たっていう感じでしたね。まあ、ただこのライトっていうポジションもですね、非常にこのシリーズ1注目ポジションの一つで、まあ、丸変わってる選手であったりとか、初登場になってる選手なんかもね、たくさんいますので、まあ、今回はその辺の能力見ていこうかなと思います。はい、ということで早速ライトの選手見ていきましょう。ということで、まず1人目はヤクルトサンタナ選手です。はい、こちらはミートとパーがそれぞれアップ査定になりました。非常に強い能力になってきましたね。で、このサンタナ選手あまり言われていないんですが、ラインドライブプラス超広角打法というところでは、まあ、現環境かなり、使用感いいんじゃないかなと思ってます。で、パワーも上がったんでね、まあ、より、使いやすくなったんじゃないかなと思います。まあ、あと打撃フォームどうなんだろうな。まあ、結局打ちやすさにおいてはね、やっぱこのフォームの部分が非常に大きく関わってくるんで、まあ、ちょっとここ使ってみたい選手の一人でありますね。続いて阪神佐藤選手です。こちらミートがマイナス3のダウン査定になりました。で、ライトも適正も57まで落ちちゃったんで、C に届かなくなっちゃったっていう感じなんですが、逆にサードの適正は C60 になったので特殊がいらなくなったという感じです。続いて巨人ポランコ選手です。こちらレスタランク初登場になりました。まあ、ここはね、今回の追加の選手の中でもまた一つ、ポイントになるところかなと思うんですけど、高弾道プラス超プルヒッターで出てきましたね。で、まあ、ここまでのね、今シーズンの活躍も考えると、ミートの部分もうちょっとシリーズ2とか、次出る頃には上がってきてもおかしくはないかなって個人的には思ってます。まあ、称号で B いけるぐらい、68-69ぐらいまでは上がってもいいんじゃないかなと思いますね。続いて広島末金選手です。こちら S ランク初登場になりました。称号でパワー走力同値がね、いける能力で出てきましたね。まあ、このタイミングでルーキーの選手が出るっていうのは、まあ、なかなか通常 S ランクでは異例かなと思うんですけど、守備査定はこんな感じになっております。特殊能力は超流し打ち20まで持ってますね。まあ、今シーズンここまでね、開幕からスタメン張ったりとかありましたが、打率3割自体はね、キープしていながら、5月はちょっと出場が少なかったりとかで、先日抹消になっちゃったんですけど、まあ、僕自身こう DeNA 対広島の開幕戦とかを見てたんで、めちゃくちゃやられた記憶しかないですね。もうすごいいいバッターっていうイメージしかない。まあ、A ランクがね、まだ出てないんで、称号とか考えてもめちゃくちゃきついんですけど、まあ、ぜひちょっと集めたい選手の一人ですね。続いて中日福留選手です。こちらミートとパワーがそれぞれダウン査定になりました。で、ミパドッチには称号が必要になったって感じですね。で、特殊能力も変わってて、超選球眼が存在感に変わって、ライドラとプルヒがそれぞれ1個ずつ上に上がったっていう感じですね。まあ、ここはタイムスリップが出るかどうかが本当に注目ポイントかな。そもそも今年中日出るのか阪神出るのか出ないのかっていうところ。まあ、中日ファンの方もね、このタイミングの通常福留選手やらしいっすよね。取るか取らないか非常に迷う方多いんじゃないでしょうか。続いて DeNA 大津選手です。こちらパワーがプラス2のアップ査定になりました。まあ、ここは正直ね、今シーズン出れてないっていうところを考えると、まあ、通常スランク別の排出になっちゃうかなとかも思ったりしたんですけど、まあ、とりあえず出てくれて何よりかなと思います。で、称号でのミパ AA 同値が狙える能力になってます。あとはですね、特殊不要で守備 C にライトが乗ったっていうのがかなり大きいかな。まあ、僕自身スピリーグではね、ファーストでオースティン起用してたんですけど、まあ、これで特殊いけない方とかもね、外野で使いやすくなったかなとは思います。続いてオリックス杉本選手です。こちらミートとパワーがそれぞれ2ずつアップ査定になりましたので、まあ、通常でもね、称号でのミパ AA 同値というところが狙うようになりました。あとは補給の部分が若干下がっちゃってて、E41 から F36 になってます。あとはライトの、守備査定もちょっと落ちちゃったっていう感じですね。まあ、ただステータス非常に強いですし、ここはオリックスファンの方とかは特に取っておきたい、ところになるかなと思います。まあ、ちょっと次の査定がね、心配ではありますが、まあ、杉本選手頑張ってほしいですね。続いてロッテマーティン選手です。こちらミートがマイナス1のダウン査定になりました。で、あとはですね、地味ではあるんですが、センターの守備適性が1のアップ査定になってます。で、あとはレーザービームが消えて連発になったって感じですね。超パワーヒプルヒレーザービームっていう全部カタカナの特能がね、マーティン選手の特徴の一つだったんですけど、まあ、そこは変わったって感じです。続いて楽天島内選手です。こちらパワーがプラス3のアップ査定になりました。で、称号でのパワー A がね、乗る感じになりましたということで、まあ、そこ決められるとかなり強いかなと。まあ、パワー走力同値の方がね、純粋的には良かったりもする場合もあるかなと思うんですけど、まあ、見栄え的には間違いなく、ね、良くなるかなと思います。あとはレフトの守備適性が70から68に落ちちゃったんですよね。てか、そもそもライトの適性に今シーズンのものは変わってるので、まあ、特集もレフトは、1しか上げられないんで69までしかいけないというのが、まあ、1つポイントにはなってます。まあ、ただライトの適性がメインになったことで、逆に D から C に上がったのかな
というところなんで、まあ、起用法の幅は広がったのかなっていう感じです。続いてホークス柳田選手です。こちらミートとパワーがそれぞれダウン査定になりました。とはいえまあでもめっちゃ強いよね。やっぱミーパー AA で称号でミーパー同値いけてっていうね能力は相変わらずでした。であとは補給とスローイングの部分が結構落ちてて、こっちの方がまあ痛いかなっていう、特にリアタイで守備につかせてる方はなおさら、まあ、特に補給の部分は、さらに下がっちゃったっていうのは痛いかなと思います。まあ、ただセンターの守備適性 B っていうところがなんだかんだ維持になったっていうところ、まあここがやっぱり一番は大きいかなと思いますね。続いて日本ハム近藤選手です。こちらパワーがプラス5のアップ査定になりました。でさらにキャッチャー適性がね2019年シリーズ1以来の復活になりました。今シーズンは結構守備適性の部分がかなり見直されているところがあって、まあ、近藤選手も変わった選手の一人ですと。でさらに広角打法っていうところの復活してきたので、まあこれは近藤選手史上最強クラスと言ってもいいんじゃないかな、いろんな意味で。まあ過去シリーズ全部把握してるわけじゃないですけど、まあ、直近出てるものの中では絶対、まあ、ナンバーワンクラスにいいんじゃないかなと思いますね。続いて西武愛斗選手です。こちらミートパワーがダウン査定になってます。ただ補給とスローイングの部分が結構向上してますと。あとはライトの守備適性がデフォで B70 というところになってます。まあここは西武ファンの方は特にパワー走力どっち決めたいところかなって感じですね。はい、てな感じで以上ライトの選手見ていったんですが、ライトやっぱ激戦区にちょっとずつなりつつありますね。まあ、広島の鈴木誠也選手が抜けたっていうところはありますけども、やっぱ柳田選手がライトに入ってきたりとか、まだ近藤選手も能力上がったし、まあ、杉本選手、オースティン選手あたりも強いしね。ってことで、まあ、この小森ドラフトスカウトから今回やっていこうかなと思います。じゃあ行きましょう、小森ドラフトスカウト。小森ドラフトスカウトは前回エースの時以来かなになってるかなと思います。エースの時は確か小森めちゃくちゃ最後の方までハマってって感じだったんで、今回の小森はもう前半戦でサクッと引いておきたい。でライトの選手で一番欲しいの誰かなって考えたんですけども、まあ、もちろんオースティン選手は欲しいと。まあ、オースティンは欲しいながらも、でも正直一番使ってみたいっていうところで言うとサンタナ選手なんよな。サンタナ選手はずっと A ランクを去年のシリーズ2あたりから、育成して確保している感じなんですけど、で右打者のライドラ超広角っていうところの使用感、まあ、他で言うとライドラ広角はやっぱ新井さんとかに近い感覚なのかなとか思ったりしますが、あんまり僕自身右打者のライドラ広角使ったことはないので単純に使ってみたい。4おー A ランク2枚おー A ランク3枚で、そう今ちょっと DeNA の選手を見て思い出しましたが、昨日ですね DeNA の公式チャンネルの方に、出演させていただいてる、動画が上がってますので、よければぜひ見てください。まあ、本当にねハマスタの魅力が存分に、詰まってる動画となってますので、多分あの動画見たら間違いなくハマスタ行きたくなります。はい、まあ、それだけは自信を持っているし、まあ、元々ハマスタ好き、現地観戦が好きだけど、まあ、最近行けてないっていう方もちょっとねその現地の気分が味わえる動画になってるんじゃないかなと思いますので、よければぜひ概要欄等々から見ていただければと思います。さあ、S ランク出ないね。もう A ランク自チームの2位がなくなってる。タイムスリップ第2弾が今日終わったわけなんですが、地味になんかランキングきつかったみたいですね。 Twitter とか昨日の生放送のコメント欄とかでもね、ランキングなんだかんだしんどいみたいなコメントも結構来てました。どうなんだろう。まあやっぱりあれなんかな、ゆるいゆるいってなると逆にこう走りたくなるというか、まあ序盤から結構これきついランキングになるぞって言われてる時ほど、まあ比較的あそんなもんかみたいなところに落ち着いたりとか、逆にゆるいゆるいってなってると後半でまあきつくなったりとかっていうのはまあ結構あるあるかなと思うんですけど、正直でも今回のまあボーダーラインっていうところはだいぶ想定外だったかなっていうような感じでしたね。結局ガチャ引くのと60連でガチャ引くのと大差ないぐらい、まあ自走車が自動化っていうところもね当然あるとは思うんですけど、ぐらいまだ結構いったんじゃないかなってちょっと思いました。はい、ということで、いやー出ないなー、そろそろ出てもいいと思う、そろそろ出そうぜ。小森ドラフトスカウト今年相性悪すぎんよ。はい、呼んでにっこり、いやーああもう最悪です。これはさすがに出るでしょ。10分の1よ、10分の1でそのうちの5を引くんよ。これ出ないやつだ。はい、結局こうなるんすわ。もうマジでもう小森が美味しいっていうのはやめます。ただでもね本当に正直今回のライトの選手たちも全然小森で確定で1人取れるっていうのは結構美味しいと思ってた。まあ、この引きにかかってますよ全ては。いきましょう。さあ、自チーム演出はありませんでした。ただまあ一番の狙いは今回サンタナさんかもしれないか、やっぱギータオースティン選手あたり。さあ行きましょう、誰が出るか。4枚目、おー
福留さんでした。いやマジで福留さんでも難しいな。タイムスリップ、タイムスリップどうなるんだろうね。ってことでね、まあちょっと小森がうんちすぎたんで、ちょっとドラフトスカウト S 出るまでいきますが、まあ久々にちょっとこの本家ドラフトスカウトいきましょう。エース枠の時あんまり引いてないんで、こっちの運は多分溜まってるはず。小森でダメならこっちでいい気ができるっていう、そういうジンクスはきっとある。じゃあ自チーム何も考えずに DNA にしてた。さあ飛んで、うわー、いやでも可能性はある。結構ねドラフトスカウトはわりかし S ランクエースがなくても来るイメージがあったりなかったり。ちょっと自チームヤクルトにしてきました。サンタナさん欲しいわ。サンタナ狙いでいきます。さあ、いやー、おーっと、え、急に来るやん、びっくりした。あの演出が来るときって大体月が流れ星のときかなってイメージなんですけど、なんもないときに来たの結構レアパターンじゃない。さあバットは当たらんのかい、そこは当たらんのかい。さあ誰が出るかな、これ来るんじゃない、サンタナさん。でもヤクルトまだね結構未勝利いるんすよね。さあ自チームヤクルトは確定しましたと。あとは誰が出るか、まあ、ここで出た選手で今日は締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひともねこの動画楽しんでいただけた方は高評価、チャンネル登録等々よろしくお願いします。昨日の DNA の動画ぜひちょっと繰り返しになりますが、まだ見てない方は見てください。さあ行きましょう。何枚目で来る、どこで来る、4枚目じゃない。さあどこだ、6、7、7枚目、おお、まあよし、また明日。